どうもお疲れ様です。舞姫大学の特別講義の時間でございます。今回はですね、アウトプットのコツなんですけども、ここに一冊の本があります。見てください。50歳で50代でしなければならない55のことって書いてますよね。通常この本のレビューってのは、読んだ後、まあちょっと気が利いた人でしたら読みながらするっていうパターンがあります。まずそれから説明しましょう。で、こうやって読み出すと目次があるんですよね。こういうふうにね。だから目次が1章、2章、3章、4章ってありますけども、1章を読み終わったらその1章のまとめをする、2章を読み終わったら2章のまとめをするみたいなレビューもあると思いますし、あとね、1章について自分がこれ違うんじゃないかなと思った異論反論を指しながらレビューをするっていう方法もありますし、そういうのを2章、3章と続けていってね、自分なりのアウトプットにするっていう方法もあります。うん、まあ、こういうふうに見出しってのがたくさん書いてますから、まあ一つずつ読みながらレビューをしていってもかなりの分量になると思いますし、例えば YouTube で動画を作ってる方でしたらね、これ55まであるわけですから、55個の動画が撮れるっていうふうな計算も成り立つわけですよ。まあしかしですね、私としてはですね、この本を読む前にこのタイトルだけでレビューをするっていうことも考えます。50代でしなければならない55のことって書いてるけども、例えばね、自分だったら50代でしなければならない、その何かやることがあるとしたらね、10個にまとめて述べるとしたら、どんな10個があるかなと思って、読む前にこう考えてみるわけですよね。で、自分がこう思うことを、10個じゃなくてもね、5つでも6つでもアウトプットするっていうことで、一つのアウトプットのやり方ができます。またですね、50代っていうのは何なんだろうと。40代ではダメなのかな？ 60 代ではダメなのかな？っていう形で考えていくこと。さらには、20代でやらなければならなかったこと、そういったものにはどんなものがあるかなっていうふうに、こういうふうにね、解釈を展開させていくわけなんですよね。こうすることによって、まだ一冊の本も読み終わってないのに、っていうかまだ開いてもないのに、たくさんのアウトプットができるということになります。またですね、50代でしなければならないことの中には、男性編と女性編っていうのがあると思うんですよ。さあ、男性だったらどうかな？女性だったらどうかな？まあ、こういったことに思いを巡らしてもいいと思いますし、この本のタイトルから、まあ、総務省のね、国民生活基礎調査などを検索していって、実際に50代の人はどんな背景を持ってどんな暮らしをしているのかなっていうふうなデータを読み込んだ上で、この本について読み進めていくっていう方法もあります。まあ、ご覧のようにね、一冊の本のレビューって言っても、いろんな角度からレビューができるわけなんですよ。また、同時期にこんな本も出てます。ロスジェネの今ってやつですよね。ロスジェネっていう風な言われ方をする世代っていうのは、まさに今50代に差し掛かっていて、もう老後が目の前なんですよね。結局20代で社会に出たその時に、超就職氷河期って時代に見舞われて、2人に1人が就職できなかったというね、まあ、そんなどうしようもない時代だったんですよ。で、それに対して政府の支援があるかというと、30年間何もなかったと。で、30年間失われた時代というふうに日本は定義づけられて、先進国の仲間外れになったわけですよね。いや、こう考えていくと、実は30年前ロスジェネと言われる世代に、まさにね、ロスジェネ、就職氷河期っていうふうなレッテルが貼られる前に何かやることがあったんじゃないかなと思うんですよ。まあ、これは個人の力とか、それから国民の力ではどうにもならない部分だったんで、まあ、国がですね、こういう時には施策を繰り出すべきだったんではなかろうかと思うんですけども、残念ながら30年間このロスジェネ世代ってのは見殺しにされ続けてきたわけですよね。で、そういったロスジェネの不遇っていうものを、私、まさにロスジェネ世代が毎日朝のライブ放送で発信しているということになります。ロスジェネだけども生きていくしかない、だけどももう一花咲かしてみたい、まあ、そんな思いをね、お持ちの方は朝のライブ放送、毎朝5時半からね、私の YouTube チャンネル、隠居 TV でやってますので、ご覧いただければと思います。それでは最後はね、宣伝になりましたけども、ナミさん、今回もありがとうございました。それでは、頑張ろう、ロスジェネ世代、50代。いってらっしゃい。